午前6時起床。いつも通り朝食と昼食を同時進行で作った。普段はお父さんの分も作るけど、今日はいらんって言ったな。お弁当って意外にも一人分作る方が難しいよね。今日も同じ時間の電車で学校の最寄りまで来た。何度も通ってるはずの改札で定期券が反応してくれんかった。ゲートに挟まったやん。痛いな。なんやかんやって学校にたどり着いた。今日は大好きな無機化学の講義があったのめっちゃ嬉しかった。保健体育休校になっちゃったけど、あとお弁当美味しかった。講義が終わって自転車で駅に戻った。駐輪場のラックが開いてなくて探すの大変やった。そういえば朝の星座占い悪かったもんね。明日はもっといいことあるかな。キャンパスの音。